紅葉が綺麗ね。温泉に行くまでにこうやって季節も楽しめるなんて素敵ね。のぞみ?どうしたの？そんな怪しい笑い方をして。ごめん、エリチ。違う方向に来ちゃってたみたい。どこまで戻ればいいのかしら。看板があったところ。ずっと戻っていかないとダメみたいで。ごめんね。うんうん、いいのよ。気にしないで。おかしいな。エリチに元気をあげたいと思ってたのに、こんな違う方向に来て疲れさせちゃうなんて。のぞみ。あ、エリチ？どうした？ギューってしたら苦しいよ。のぞみ、どうして私のためにそんなに頑張ってくれるの？私って一人でできるつもりでいるくせに、いつものぞみに支えてもらってばかりで。エリチ、そんなの今さらや。うちはエリチが大好きで、エリチのためなら何でもしてあげたいんやから。仕方なく手伝うんじゃなくて、してあげたいからしてるんだよ。だから自分の存在が負担になってるかもなんて言わないでほしいな。のぞみ、ありがとう。私ものぞみが大好きだから、のぞみの支えでいたいわ。ごめんねなんて言わないでね。そのためにも早く目的地を見つけないとね。そうだね。もう場所は分かったから大丈夫。行こう、エリチ。